短期の位置でオフェンス3に入って、ディフェンス下からディフェンスの人ちょっと3に入って、そうそうそう、これでパスパスパスで、うん、 OK で、そっからスタートなんだけど、この時にさっきの合わせ意識してやっててほしい。 OK でね、やっていく中でバックドアっていう選択肢も入れてっていいから、ちょっといい、はい、こっちドライブした時にね、こっちで合わせていった時に、もしこの人がこっち側に寄ってってたら、このディフェンスから一番遠い場所ってどこになる？こっちになるよね、わかる？そしたらバックドアになる。でもこのディフェンスが、そう、いいよ、もっと、あ、ちょっともう一回行こう、ちょっともう一回行くね。今言ってるのはディフェンスから一番遠くになるように合わせるね。 OK、 ゆっくりやって、ドライブで、そう、寄ってったら、そう、その裏 OK。 逆にドライブに対してカバーに寄ってってたら遠い位置、そうそうそう、そういうことね。 OK、 これが基本オフボールの、はい、じゃあちょっとそれで3-3で、リバウンドもあり、リバウンドありで、次ドリブル3回制限でやろうか。 OK、 3回って1回のオフェンスじゃなくて、もらってから3回、1人が3回以上ついてごちゃごちゃしないように。で、なんで3回かっていうと、大体でも方向性がそれで決まるから、 1,2,3 で無理だったら止まって次のプレー考えていってほしい。 OK、 実際の試合中ってずっとドリブルつけないから、そんなにね、だからこの3人のスペースの中でドリブル3回でチャンス作っていってほしい。OK、 で今ベースラインにドライブしたときはみんな背中に合わせてるのを忘れてるから、 OK、 無理だったら後ろ振り向いたら誰かいるからそこにパス出せるようになってほしい。 OK、 でさっきこっちであったけど、あのバックドアで裏走っていったプレーが出たんだけど、そういうプレーがすごい大事だから、そこからドライブが起きてね、ドライブが起きてトップの選手合わせてここの裏、そうそうそう、こういうプレーはすごい使えるから、この中でぜひやっていってほしい。 OK、 じゃあ次3分でドリブル3回で。